おい、カキョウイン、どうした？おい、カキョウイン、何を笑ってるんだ？大丈夫か、カキョウイン？気をしっかり持て。ジョー太郎、お前も。プルナリフ、お前まで。ジョー、オーマイガーッ、ついにみんな暑さのせいでおつむがやられちまったか。わしだけか、冷静なのは。おい、ジョー太郎、冷静になるんじゃ。気をしっかり持て。こんな苦しい時こそ冷静に対処すれば必ず勝機はつかめるはずよ。勘違いしないでください、ジョースターさん。あそこの岩を見てください。人が隠れるほど大きくありませんか。ん、何のことだ。今度は反対側にあるあそこの岩を見てください。反対側？ん？まだ気づきませんか。反対側にあの岩と全く同じ対称の形をした岩がある。影も逆についているということは。アホらしい。どけ、邪魔だジジイ。ジョー太郎、今外に出ては撃ち抜いてくれと言っているようなもんじゃぞ。危険じゃ。空間に穴が開いたぞ。やれやれ、情けねえジジイだ。てめえ、暑さのせいで注意力が鈍ったことにしてやるぞ。とても血のつながりがある俺のソフトは思えねえな。敵スタンドを倒したので夜になりましたよ。いや、戻ったと言うべきか。何にせよ助かったぜ。いつまで穴蔵に潜んでいるつもりだ。やれやれ、ようやく日が暮れたぜ。こいつは鏡だ。見てください、鏡の四角のこのメカを。結構快適ですよ。エアコンまでついてる。ああ、砂漠の景色を映しながら鏡の後ろに隠れて尾行していたとは気づかなかったぜ。水を入れたタンクもある。ありがたくいただくとするか。お、ドリンク。え、ということはこいつもうやっつけちまったってことか。もう終わり。こいつの名前も知らないのに太陽のスタンドはきれいに片付いたのか。そういうことになりますね。ド低俗野郎が。俺はてめえのそこ以外を切り刻む。排水口に水圧のパンチを。冗談だってばさ、ジョー太郎さん。ちょっとしたちゃめっ気だよ。他愛のないいたずらさ。やだな、もう本気にした？まさかもうこれ以上殴ったりしないよね。重症患者だよ。鼻も折れてるし、顎骨も針金で繋がなくちゃ。もうてめえには何も言うことはねえ。とても哀れすぎた。何も言えねえ。やれやれ。
恐怖した動物は幸福の印として自分の腹を見せるそうだが、許してくれということか。しかしてめえはすでに動物としてのルールの領域をはみ出した。ダメだね。曲げるのは後にしな。この船はもう沈むぞ。脱出するぞ。乗ってきたボートでな。ジョーサーさんたちは地下へ向かって連れ去られた。下へ向かおう。早くも炎に反応だ。左前方に何かいる。何？この幻覚を作っていたスタンド使いだったらしいな。あっという間だったがイギーがやっつけたぞ。男の名はケニー G。 戦いもせずリタイア。ともあれこれでこの館の間取りも